青コーナー挑戦者チーム250ポンド秋山純、プロレス人生スパートかけています。秋山純270ポンド小橋健太、この試合勝てば5冠王小橋健太です。我がコーナー世界耐久選手権チャンピオンチーム270ポンド田上明、説得力あるダイナミズム田上明、250ポンド川田俊也、科目にデンジャラス川田俊明です。今田恭平、ゴングを待ちます。先発は小橋と田上か。ゴングなりました。世界タッグ選手権試合60分の一本勝負、チャンピオンチーム川田俊明田上明組対チャレンジャーチーム小橋健太秋山純組です。田上と小橋で始まりましたこの一戦、解説はジャイアント馬場さんです。よろしくお願いします。よろしく。田上と川田はこれが早くも4回目の防衛戦なんですね。そうですね。今年1月横浜で小橋エース組を破りまして第35代の世界タッグ選手権者チームとなりました。川田と田上、その田上と小橋がまず逆水平チョップを一発ずつ交換しました。両者赤のトランクス田上、オレンジのトランクス小橋であります。楽しみな一戦を迎えました愛知県体育館。重量感あふれる攻防、そしてスピードもあります。ショルダータックル両者こらえます。小橋が飛んでフロントキックかわして、もう一回ショルダータックル田上ダウン、フロントキック小橋ダウン、スクッと構えます。チャンピオンチーム、これが4回目の防衛戦ということになります。今年1月チャンピオンの座についた川田と田上、2月初防衛相手はウィリアムス・オブライト、6月2度目の防衛相手は小橋エース、7月3度目の防衛相手はオブライト高山、今日が4回目難敵小橋秋山組を迎えました川田と田上。さあ馬場さん、まずこの一戦の見どころどの辺に置いていらっしゃいますか。そうですね、まあ、見どころといってもね、はい、4人ともねこのタイプのベルトを巻いたことのある選手ですからね。そうですね。でまたみんな手の内をよく知ってますからね、はい、あの例えば小橋が田上のその技をどうやって防ぐか、なるほど、川田が小橋の技をどうやって防ぐか、はい、秋山がどうやって防ぐかというところに僕はあの見どころを感じるんですがね。お互い知り尽くしているだけに、相手の技のポイントをどうやって外すか、はい、どうやって防御するか。さあフォーダット、あとバックスピン、かかとが出てきました田上、大きくかかとを跳ね上げて小橋をなぎ倒していきました田上であります。大柄ながら変幻自在の攻撃田上、そして川田にスイッチであります。何度も激闘を繰り広げている4者でありますが、この川田田上対小橋秋山という対戦は過去一度だけあったんですね。2年前の日本武道館ノンタイトル戦でありました。試合は田上が、20分42秒、秋山をデンジャラスボムからエビ固めに切って取って川田田上組が勝利を収めています。そうですか、まあ、あの時の、はい、まあ、秋山と今の秋山は、まあ、ちょっと違いますからね。そうですね。小橋もそのあたり、確かにこのカード2年前にあったけれども違った点は一つ、秋山が全然違うんだ2年前とは、そういう話をしていました。いや、そういう点では小橋も違いますね。なるほど。川田も違います、田上も違います。頸動脈にチョップ、力感あふれるチョップ、小橋が返します。川田のチョップだ、目をひんむいている、激しいうなり声、なんとも言えない声を出して川田倒れ込みました。どうやら
前頭部からキャンバスに突っ込んだ形でかなりのダメージを負いました。秋山純です。これは秋山飛ばされたと見るや直ちに反撃。川田と田上両方に攻撃を加えました。起こりました。あ、かかと落とし気味、ふくらはぎを落としていった。もう一回だ。強烈な太もも、今度は後頭部、首から上を攻められています。秋山純中中ダイナミックなキック。秋山鉄柵、おっとこの足がちょっと鉄柵に絡まってしまった。フックしたような形になりましたが、その分ダメージが大きかったんじゃないでしょうか。秋山がフェンスの外でそれを、珍しくこれ田植えが追ってきました。フェンスの外での攻防ということになります。秋山が動きが鈍くなりました。そして田植えが秋山の表を上げてトランクスを掴んで、そしてリングの近くに、さあどうするのか。リングに上げます、リングに上げます。オッケーオッケーオッケー。秋山はかなりダメージがあるようです。小橋が足を掴んで、かかとからつま先足首ねじっていきます。足殺しだ、強烈足首。川田が照準を絞ったのは 足首であります。そしてアキレス腱固め。ものすごい張り手でこれを逃れようとする。秋山入っていきます。早くも両選手体に汗が光ります。油を塗ったような汗。小橋入りました。たまらず小橋がカット。力強いチャンピオンチームの攻撃です。1月に小橋エース組を破って第35代のチャンピオンの座についた川田と田上、2月にウィリアムス・オブライトを破って初防衛、6月に札幌で小橋エースを破って2度目の防衛、7月に大阪で高山・オブライトを下して3度目の防衛に成功。これが4度目の防衛戦です。膝を殺していった秋山の右膝。秋山頑張れ。そして今度サソリか。いろんな技を出すようになりました。田上明であります。サソリ固め、田上のサソリであります。馬場さんどうですか、サソリ決まり具合は。もっと田上が体を起こさなきゃダメですね。腰を落とした方がいいですね。腰を落とすよりも顔を上げなきゃいけない。顔を上げる、そうですか。さあ田上がフォローだ。秋山ファンの悲痛な叫びがリングサイドにこだまします。なんとしても今日勝って4度目の防衛を果たしたい川田と田上でありますが、馬場さん、次のシリーズはいよいよ年末恒例のね、世界最強タッグ決定リーグ戦ですが、そうですね、やっぱりチャンピオンチームのまま最強タッグ入っていきたいでしょうね、川田田上。そりゃそうですね、また年末の最強タッグ、全日本恒例の祭典が楽しみであります。15分が経過しました。一方のこの小橋と秋山のチームも当然最強タッグの中でも大きな存在なんでしょうね。そう思いますね、今日のこの結果がどうなりますか分かりませんけども、勝てばやっぱり一番の目玉でしょうね。プレの最強タッグ。さあそれに向けてまずとにかく守らなければいけません。世界タッグのベルトであります。バックを取りました。
おっと脇を入れていってスープレックスに投げてこなす登場であります。ランニングネックブリーカードロップ、小橋が川田にチョップ、あっと膝から打っていく、和田恭平レフェリーにもたれかかるかのように川田が強烈なダメージを受けました。小橋がフロント前蹴り外した、またキックバックブローチョップだ、小橋健太改革を唱えて秋山とタッグを結成して、その初めての大きな一つの通過点となります。今日世界のベルトを取って第一歩を記したい小橋。馬場さん、はい、小橋は現在3冠チャンピオンでもあります。スリーパーに巻きつけ取りましたけれども、最終戦 10.31 日本武道館、三沢の挑戦を受けるんですよね。そうですね、まあ、小橋にしてみれば三沢を、はい、ね、破って、今日もそのこのチームを破って、五冠のベルトは巻いてみたいでしょうね、うん、そうですね、五冠を全日本プロレスで過去5人しか実現していない五冠を今日この名古屋のリングで実現することができるか。田植えが喉若、五冠王がかかっている小橋、しかしやすやすとはその五冠王が強烈、4度目の防衛戦、そして96、97、最強卓球は2連覇しています。カードの田植えであります。連携もいかがについてきました。タッグ結成5円を超えます。カードと田植え、秋山が入ってきました。秋山は小橋とのコンビ、チーム連携では川田田植えが上かなというふうに話してはいましたが、その2人をキックでかわしていきました。あっとリバースの DDT、 小橋が抑えます。カウントアップ、馬場さん、今日は世界タッグ戦ですが、プレの最強タッグ、はい、これも楽しみですよね。またいろんなチームが参加してくるんですよね。そうですね、はい、まあ、今ね、そのハンセンの相手、エースの相手、スタンハンセン、ジョニーエース、それぞれの相手、そうですね、はい、これはね、やっぱり今まではね、やっぱ外人チームがちょっと、まあ、ウィリアムスがいましたけども、はい、ちょっと手薄になりましたというかね、はい、日本チームがやっぱり強くなりましたんでね、このチームに対抗できる強力な外人選手、はい、ということでね、今交渉中なんでね、強力な選手が、もうとにかく今日やっぱ最強、世界最強タッグですからね、世界最強にふさわしい相手を探しているんですがね。なるほど、ハンセン、エース、それぞれの相手、どのあたりで発表になるんでしょう。もうそれね、武道館までは発表したいと思います。そうですか、それはますます 10.31 はこの小橋三沢戦に加えて、ハンセン、エース、それぞれの最強タッグ徹底リーグでのパートナーが明らかになるということで楽しみになります。リング上では強烈なスープレックス、タイガースープレックス、小橋健太、川田に打っていきました。20分が経過、ボディースラム、拳を握った。さあ改革の日、ムーンサルト大木幕、改革の日を簡単に灯させはしまいという川田俊明、ムーンサルトプレスを交わしました。ここまで馬場さん、どっちのチームが有利なんでしょう。いや、それはどっちとも言えませんがね、お互いの技を熟知した結果の攻防というのが出ていますよね今。そうですね、ムーンサルト交わしました。いった、今度はラリアット交わした。さあ3面蹴り、世界タッグのリングです。
ここはね、やっぱり最後の力を振り絞って小橋がカバーに行くかね。カバーに行けるか、秋山スイッチだ。2人で立ち上がりました。そしてそれに金丸も滋賀健太郎も呼応しました。小橋と秋山が全日本を内部から改革してみせる。2人はこのように叫びました。同じような流れが全日本のリングの中で続いていた。刺激が欲しかった。若い力の主張で全日本のマットを変えていく。頑張る者が上に立つんだ。自分の試合がその日で一番なんだという気持ちを持って戦いたいと言っていました。ジャンピングにアタック、秋山背後から、さあ表の風でエクスプロイダー。小橋はこの秋山を表して以前組んでいた時、2年前などはまだ秋山は勉強段階、トップを狙うグループにいなかった。でも1年ほど前から勝負に対する非常さ、勝負に対する執念が出てきた、そう評していました。そして今日のベルト、世界タッグ挑戦という機会に恵まれました。さあおっと、カウエンチョップかわして軽動脈から張り手張り手、カウエンが起こった、戻らずか、単抜きだ、カウエン単抜き、ジェームラックス、フロントキック強烈、顎を捉えた。田植えは小橋と秋山の改革に対して、そんなもの勝手にやってくれ、チームを組んだからってすぐベルトってな感じで甘いようにはいかないよと言っていた田植え、その言葉実践しました。はい、そんな気迫は今の田植えにはありましたね。そうですね、そんなに甘いもんじゃないんだと言わんばかりのフロントキックだ。のど輪か、高角度、断崖のど輪地獄か、ジョーが危ない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 、ジョーがあと、こらえるこらえる、エルボーでこらえる、あと、あエクソイヤか、エクソイヤ、あー、飛んだ、フェイスクラッシャーですか今のは、DDT ですか、エプロンに、そうですね、いやー、こういった思いもよらぬ技が出ますね、もうとっさでしょうね、はい。驚きました、エプロンでの攻防、断崖のどは地獄落としを、田植えが匂わせば、秋山はエクスプロイダーを出そうとする、しかし今度は、先ほど痛めた前頭部、秋山の前頭部を、田植えはエプロンに落としていきました、のど輪か、まだ強くなっていない、飛ばしアシスト、秋山ラリアット、田植えダウン、これは意外でした、田植え。また秋山エルボー、小橋がキックしてそばっと秋山背後から飛んできた、エルボー、ここ改革の火を灯したい、そのためには証が欲しい、その証が世界タッグのベルトであります。エリア止め、馬場さん、小橋秋山組、はい、いい連携が出てきましたね。そうですね、こういうのは 2,3 発続けばいいですよね。そうですね、急成長した秋山であります。年功序列を打ち破るんだ、あと迎撃された、トップロープからの攻撃、田植えが迎撃、こういう技は非常にいいんですがね、上がって秋山が上へ上がって攻めていくまでに結構時間があるんですよね。タイムラグを利用されますよね、これがね、今のだけじゃなくて、モノはニュートラルコーナーターンバックル、いろいろな選手もみんなそうなんです、時間がかかるんですよね。高角度モノ落とし、攻撃の手を緩めない、連続してカウント2、秋山耐えます。今日が小橋担当、形式合体して初めてのタイトルマッチ、とにかく結果が欲しい、ベルトが欲しい、何もなければ自分たちには発言権もないっていう感じがするんです。秋山は試合前こう話していました。この秋山にラリアット、すかさず片襟カーダ、秋山は今までは上からの指令でタッグを組んだ、今回は自分で小橋さんと組むことを決めた、責任を持ってやる、一番になる、そう話していました。蹴りに耐えます秋山、新しい時代、それぞれが
全日本の中心に立ってやっていくこと、それを自覚することだと話していた秋山よ。さあ後方に上げたエクスプロイダー、しかし川田が前蹴り、モノチャンピオンチームの意地、場外で小橋を捉える田上、リング上では川田と秋山、腕を取って背中で抑えていきました川田。やられている秋山、二人がかり連携、タッグキャリアの長いのはチャンピオンチーム。カウントが入ります。秋山はこの川田田上のチームを2人から目が離せないチームだというんですね。1対1でやってる時も常に控えの1人が気になるという、そんなタイプのチームだと言います。そんなら自分たちもそうなればいいんですよね。今度は顔面にキック、カットや次のつながりのことも含めて見えない連携があるというふうに秋山はこのチャンピオンチームのことを評しています。だから戦っていて厄介なんだという川田と田上に防戦一方の秋山が、さあ川田のパワーボムだ、なんとかベルトが切られた、汗が飛ぶ、側頭部に今度は川田の足が飛んできました。ベルトを守りたい川田と田上、ベルトが欲しい小橋と秋山、死力を尽くした攻防になりました。秋山生き返るか、エクスプロイダーできるか、回転してのかかと落としだ。秋山が耐えます。三冠戦で小橋に挑んで前線健闘を及ばず、7月三冠チャンピオンにはなれなかった秋山、でもこの時に小橋と戦ってますます小橋健太という男とタッグを組んでみたいと思ったという秋山であります。その秋山が川田の猛攻を追い返さ、川田の全身全霊パワーボムどうだ、監督三沢さんと組んだ時にはまだ納得がいかなかった世界タッグのベルトだから腰には巻きませんでした。今日勝って改革を唱えた小橋とチャンピオンになればベルトはおそらく幕でしょうと語っていた秋山純、御堂筋、そしてプレーマスターか、首から落としていった、顔面カウント、カウント筋、チャンピオンチーム防衛。29分51秒、片井原め川田田上、世界タッグのベルト防衛に成功、4回目の防衛に成功しました。まずは川田選手です、おめでとうございました。それでは田上選手にお話を伺います。非常に厳しい中4回目の防衛成功しました。どうもありがとうございます。最強タッグに臨むという体制が整いました。その最強タッグを睨んで方向一つお願いします。最強も勝ちますよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。